さあそれでは井上尚弥選手の試合後記者会見を始めさせていただきますまずは井上選手お疲れ様でしたはいありがとうございましたさあではまず私からオフィシャルから質問させていただきますまずは少し経ちましたけれども試合を終えて今の気持ち改めてお聞かせくださいいやーでも久々のあの十一ラウンド戦って疲れましたね <laughs> <laughs> ちょっとあの攻、ー、めて攻めて 攻めたんで、まあ、いつも、よりは少しし疲れましたけどでもここにベルト4本並んですすごく今気持ちがいいですさあそして相手のポール・バトラー選手非常にまあガードの固いディフェンシブな戦い方をしてきましたけれども戦ってみて印象というのは井上選手いかかがですかあのバトラーの戦い方自体は予想通りではあったんですけど、まあ、非常にタフでしたね自分が想像していた以上にタフだったんで。 あのーまあまあ、表情も変えることなく戦ってきたんであのでその辺のご心理戦についてはちょっとこう長引く原因ではあったと思うんですけど、まあ、でも、あのー、その中で自分の,あのやりたいボクシングというのはできたのかなと思いますでは井上尚弥選手から見た勝敗を分けたポイントというのはこの試合ではどんな部分だったでしょうか。 まあやっぱりキーポイントは左のジャブ、まあ、これは戦う前からあのこれだけ絶対に勝つというあのところを練習してきたんであのでかなりジャブでダメージも与えられていたと思うので、まあ、ここが本当に勝敗の,あのキーになったのかなと思います。さあそれでは、リング上でも最後におっしゃっていただきましたけれども改めて今後の展望、目標というのをぜひ聞かせてください。 はい、もうこのバンタム級で4団体統一というあの、まあ、目標というかあの、まあ、成し遂げたのでもうこの階級でやり残したことはないかなと思うので、まあ、あとは、まあ、少しゆっくりして会長と父と相談しながら今後どうしていくかというものをあのちゃんと話し合って決めていきたいなと思います。ありがとうございます。